はい、皆さんこんにちは。 YC レザークラフトでございますと、いうことで、今回もかなりね、多数のオーダーをいただきました。誠にありがとうございます。はい、でこれからまあ配送業務へと進んでいくんですけども、ちょっとその前にですね、今回珍しい、カスタムオーダーもいただいたりしましたし、まあ、特に多い、今回04タイプの、まあ、あのモデルのご注文が、結構多かったんで、まあ、そこのところについてちょっといろいろと、まあ、感想でしたりとか、まあ、カスタムしたモデルが、どんな感じですよというところをですね、ちょっと触れて説明していきたいと思います。それではご覧くださいませ。はい、やっていきたいと思います。今日ちょっと画角なんですけども、いつもの作業台の上でまた説明していこうと思ったんですけど、ちょっとあの価格少しマンネリ化してしまったんで、たまにはこうやって並べてね、あの説明していきたいなと思いまして、こちらのスタイルに変更させていただきました。じゃあ早速ですけども、まず左の3つがですね、あの馬側となります。そして真ん中のお1つがクロメクセルレンサー、そして右2つがヌメですね、ユーヌメ、国産ヌメとなります。はい、ということで、もう全モデルはもう実はこれまでの過去の動画で登場しているので、まあ、細かいディティールとかその収納のスペースとかっていうのは割愛させていただきたいと思います。なので今回は何かというと、まず、別注でいただきましたオールドコインボタン、それから、カシメのスタッツ打ちとモデルというとこと、あとは04タイプが今回ちょっと多かったので、ちょっと04のまたサイズ感っていうのを他のモデルと比べて説明していきたいっていうところですね。あとは、まあ、馬側が今回、まあ、3つありますので、ちょっと他の革と比較して、まあ、艶感っていうのをねちょっと見ていきたいなと思います。じゃあ早速いきたいと思います。まずは、もう一番最初にちょっと注目を私はしてるんですけど、こちらいきましょう。はい、トラッカーボレットミニサイズですね、改名しましてトラッカーボレット00ということで、品番を付けさせていただきました。はい、サイズは手のひらサイズ、横幅が11センチですね、ちょうどカード1枚がすっぽり収まるぐらいのサイズ感と仕上がっておりますけども、そこそこ容量もありまして、まあ開けるとちょっとこういう時にやっぱなんかね、テーブルの上でちゃんと撮影した方が本当はすっきり見せれるんでしょうけど、ちょっとこちらのスタンディングのスタイルでいきますね。はい、まあ、通常のトラッカーウォレットを本当にサイズを一気にね、まあ、ミニマムにしたっていう感じなんですけども、このような仕上がりとなりますね。背面にはカードポケットがついておりまして、すぐにね出したいっていうカードは1枚2枚は背面にしまうことができます。ボディに関しては3層トラッカーウォレットの定番のスタイルですね、3層を設けております。フロントはコインポケットが一つあります。で、今回、そう、インナーフラップなので、ジッパーは使っておりません。というのも、この横幅11センチのサイズにおいて、ファスナー、ジッパーをセットしてしまうと、もっと間口が狭くなっちゃうんで、あの小銭が非常に取りづらくなってしまうんですよね。ということなんで、ちょっと今回ジッパーはあの省略しました。インナーフラップとして、使っていただけたらと思います。で、中の仕様なんですが、真ん中にスペースがカードポケット1つ、そして背面がフリーということで、基本的にお札ですよね、4つ折りぐらいに折ったお札を入れてしまっていただけます。2つ折りでももちろん入るんですけども、ちょっとお札の頭が少しはみ出ちゃうかなっていうところなんで、あそこちょっと気になる方は4つ折りにしていただくと、頭が出ずにそのまますっぽり入れることができます。で、まあ、それはまあね、このもトラッカーボレットミニサイズ、まあ、00なんですけども、変わらずのモデルでしたね。今回やっぱちょっと珍しいのが、そのちっちゃいタイプに対してこのオールドコインのボタンを用いたというところが、あのかなりちょっと、ポイントになってくるのかなと思います。ミニほどなんかこういった装飾というかですね、ボタンのカスタムがより目立つんで、かなりカスタム感を感じるアイテムなんじゃないかなと思います。はい、続いてその真ん中っていうか隣にあるこちら真ん中のね、モデルを紹介していきたいと思います。トラッカーウォレット04タイプでございます。はい、で通常のモデルに加えて今回カシメのこのパーツカスタムをさせていただきました。
もっと言うとこのジャンパーホックのポジションを少し端に寄せてちょっとこうね角にボタンを設けたというようなカスタムをさせていただきました。背面もこのようにカシメスタッツを打ち込んでおります。カシメが入るとちょっとさりげないこのデコレーションの感じが一気に上がるっていうのと、あとまあ鋲のねこの打った感じがなんていうんですか、この開くときにこの皮を伸びたり、あるいはちょっと引っ張って力があまりね加わりすぎないように、この伸び防止といいますか、まあ、強度強化ということで、まあ、鋲をね打った時のこの機能の向上っていう意味合いもありますし、やっぱ随所にこう金具パーツが散りばめられて、まあ、打ってあったりするじゃないですか。ファスナーだったりジャンパーホックのオスポジション、メス、それから小判管とハトメっていうのがあるんですけども、まあ、それにちなんでさらにここに鋲が入ることで一気に何ていうんですか、まあ、金具のパーツのこの、増量感っていうのが一気に感じますね。革とやっぱこの金具っていうのは切っても切れない関係だと思っておりますので、革のエイジングも含めてなんですけども、この金具のね真鍮の経年変化エイジングっていうのも同時に楽しんでいただきたいと思いますので、このただの装飾のみならずちゃんとね強度の強化とそして経年変化を同時に楽しめるといったようなこの、ねまあ、デザインとしてもねかなりちょっと武骨な感じがより一層増したっていう感じがしますし、他のウォレットにはないちょっとねカスタム感が見えれるんじゃないかなと思いますんで、このカスタムはちょっとぜひ、有料オプションとして導入させていただきましたので、気になる方はぜひ、セットでご注文いただけたらと思います。あとは、左から2番目のこちらも同じくゴールドコインのジャンパーホックを使用したカスタムモデルとなります。はい、革に関しては馬革なんですけども、馬革のトラッカーボルト03タイプですね。そしてオールドコインのジャンパーホック、こちらと同様に、同じモデルのオールドコインを使用させていただいております。ちょっとオールドコインにねちょっと触れてなかったんですけども、見てみますと、こちらは1996年のコイン、こっちは年代が1990年か、どちらも90年代のコインということで、実際に流通していた10セントを使用しております。ちなみにこちらは1977年と1970年、どっちも70年代のコインですね。こっちは90年代のコインということで使わせていただいております。やっぱジャンパーホックの実際のボタンの大きさとあまり変わらないので、そんなに違和感なく主張しすぎずさりげない感じでセットできてるんじゃないかなと思っております。全然通常のボタンとあんまり違和感ないんですよね。だからこれがすごく10セントの大きさのいいところかなと思いました。やっぱねこう何セントだっけな、25セントとかか50セントとかって言っちゃったりすると結構でかいサイズになっちゃったりするんで、それはそれでかっこいいんですけど、ちょっと主張しすぎかなっていう、ね、感じにもやっぱなってくるかもしれないんで、本当この10セントっていうのがいいサイズで、ちゃんとフィットしてると思っております。はい、03も今結構人気でして、まあ、このミドルサイズの、ねショートに近しいコンパクトサイズではあるんですけども、まあ、容量もそこそこありまして、まあ、フロントにカード1枚と、それから中に関してもね隠しカードスペース2箇所、お札も2つ折りで入りますし、頭がねはみ出ることはありません。それからコインに関してもこのようにコインマッチを搭載しているんで、結構小銭のピックがしやすいということですね。ちなみに今シルバーの、カラーの42タロンをセットしておりますけども、以前の動画にもあった通りね、うちは42タロンも、カスタムで採用することができます。で、42タロンは真鍮ゴールドか、まあ、アルミシルバーか、まあ、2種類から選べるんですけども、こちらのシルバーカラーに関しては80年代当時に作られたデッドストックを仕入れて、採用しております。ちょっとデッドストックなんで当時作られた在庫となりますので、在庫が終わり次第終了となってしまいますので、その辺だけご容赦いただけたらと思います。はい、あと馬側のね特性ですよね。結構クロムエクセルと馬側とで悩まれてる方やっぱ多いと思うんですけども、そうだな、どう比較して説明しようかな。まずじゃあツヤ感からいきましょうか。ツヤ感に関しては結構どっちも同じぐらいのツヤ感をこう、ね、払ってると思うんですよね。
クロムエクセルはやっぱクロムエクセルと、まあ、オイルが多い分結構ツヤっとした感じが強くて、馬も同様にあのツヤ感が強いですね。はい、じゃあ何が違うかっていうと、やっぱ僕は柔らかさが違ってくるかと思います。クロムエクセルって4種類のオイルをブレンドして舐めされてるんですけども、まあ、蜜蝋、蜂蜜の成分ですねとか、まあ、魚脂、牛脂と植物性オイルでいろいろ入ってるんですけども、そのオイルのね、あの含有量が多いせいか、夏はちょっとオイルが若干こう溶けかかって柔らかくなり、冬はそのオイルのこう脂肪、まあ、油分っていうのが、少しね気温の低い状態になるとやや固まり始めて、ちょっと少し硬さが出てくるんですよね、っていうのが面白いところでして、まあ、クロムエクセルはそういった特性があって、馬はどっちかって言ったら最初は非常に柔らかい、そこそこハードめではありますね。クロムエクセルほど柔らかさはないものの、最初は結構張り感もあってちょっと固めです。ヌメ革ほどではないんですけども、ちょうどクロムエクセルとヌメ革の中間ぐらいの、まあ、硬さかなと思いますね。で使っていくとだんだん馴染んできて、あとは結構跡がどっちもつきやすいんで、使っていくとファスナーの跡だったりステッチの跡だったりポケットに入れた時の、跡だったり、まあ、いろいろ革にね細かい傷もね結構ついてきて、いい経年変化が見られると思います。あとは希少価値といったら、もうこのホースの方がほとんど市場では出回ってないと私は思っております。っていうのも、イタリアのマリアムジャーから仕入れるんですけども、今ほとんど革屋さんで在庫切れを、起こしておりまして、全然仕入れることはできません。だからかなり希少なんで、やっぱ時期によってはちょっと入荷、仕入れしたくても在庫が全くないっていう状況が多分ホースはこれから起こりうると思うんで、まあ、取れない時期があったりするんですよね。まあ、それに比べるとホーリンクロムエクセルに関しては、まあ、定期的に割とあの仕入れることができます。なので希少価値といえばやっぱイタリアのこのホースバットではありますね。ただやっぱ重厚感とかちょっと若干オイルが多いせいか少し重み感じるのは若干ではあるんですけども、クロムエクセルの方がそれは感じられるんですよね。だから結構やっぱアメリカンなスタイルっていうか、まあやっぱね、あのワークブーツ、アメリカンブーツなんかはクロムエクセルの革をね僕採用されたりしてるんですけども、全身ガチッとアメカジで決めたいって思われる方はクロムエクセル、ちょっと革をねちょっと、珍しいものに変えて、あんまりないような革で馬側のちょっと感情味わいたいという方はこのマリアムの、ホースバットはおすすめでございます。はい、もちろんヌメも個人的にはすごく愛用しておりますし、最初はハードですけども後からどんどん馴染んで非常に柔らかくなってくる。あとそしてこの2つの革にはない革なりっていうのがあるんで、それが非常におすすめですね。革なりって革を曲げた時に、まあ、ギューギュー言うんですよね。これはクロムエクセルもホースバットもうそんなに出ないのかな。あんまり曲げても音がちょっと感じられないっていうのはあるんですけど、それはヌメがやっぱこの硬さだったりとか、まあ、牛革の特性上からやっぱ感じられたりするんで、すごくそれがいいですね。やっぱ値段的にも比較的ヌメは圧倒的に安価ではありますので、お求めやすいかなと思います。じゃあ最後にというか全モデル基本的には、まあ、おすすめしたいからこそ作っている型となりますので、もし、ね、0から10までありますけども迷われた方は、まあ、遠慮なくお電話とか DM とかでご相談いただけたら、そのお客様に対して、どのモデルが一番ふさわしいんじゃないかなっていうのをね、革の種類も含めてご相談乗らせていただきたいと思いますので、楽しみにしててください。はい。まあ、あとちょっと、これは余談というか告知なんですけども、今後の動きとしてはですね、ベルトを8型、9型か、増やして一気にリリースしたいと思います。全部革はこちらと同じベルトなんですけども、サドルレザーを使います。厚み 4.0 ミリのすごく極厚の革を用いますね。で、バックルの種類も3種類か4種類か、4種類、そしてカラーっていうか素材も、ニッケルシルバー、そしてブラスゴールドの2種類ということ、それからこの幅、今
手にしているのが 45mm の、まあ、一番太いモデルなんですけども、これが20っていう一番細いタイプから30、35、45と4種類、リリースしますので、そちらも楽しみにしていただけたらと思います。あとなんだろうな、あとさらにトラッカーウォレット11を予定しておりまして、まあ、これまでのシリーズにとはちょっと少し違って、こちら00と同じく、まあ、ミニマルタイプですよね。ミニ型でお札を折らずに収納できて、コンパクトサイズでっていうのを近々今企画を起こしておりますので、ご覧いただけたらなと思います。あと最後になんですけども、ホームページの方で LP っていうんですけども、そちらのデザインをね、構成を、し直しして新しくリニューアルを、予定しております。もうちょっと商品数が増えたらそれは実行していきますんで、それも、お楽しみいただけたらと思います。もう少しね、ウォレットチェーンとかベルトとかトラッカーウォレットとかが、まあ、カテゴリー別にこう、分かれて進んでいくことができるんですけども、前よりも選びやすくなると思いますので、そちらはねお楽しみいただけたらと思います。あとそんなもんかな。まああとまだ他にもあるとしたら、まあ、ウォレットチェーンのシリーズをちょっ と、やり直しすることとか、スタッツキーホルダーもちょっと作り直しして、ラインナップを少し整えたりとか、あとは、金物系ですよね。まあ、ブレスとか、キーチェーンとかっていうのもラインナップ増やしていく予定です。こちらに関してはかなり時間がかかって秋冬まで突入してしまうんじゃないかなと思いますので、まあ、気長にねお待ちいただけたらと思います。そしてその後はバッグの開発とかね、結構予定しておりますので、気長にお待ちいただけたらと思います。それでは今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただいてどうもありがとうございました。